お主は。礼を言う。
こちらの精鋭を出せ。あっちだ、弱さつった。抜けばかりか。
Ой, өнөө гэг чи хардаа! Харч ин! Сив сэгэг! Иэрэ тунноо чи! Thank you.
neljä korpeissu.待ってたよ。一人で倒したのか。来るなら早く来て。危うく死ぬところだったよ。猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい。鍛冶屋を見たって人もいる。弟か。もしかしたらね、金田の入り江の近くに野営があるって聞いた。場所ならわかる。力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。後でタカも手伝ってくれるよ。もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。
し。傷はどう？もう痛まない？ほぼ治った。お主の手当てのおかげだ。あんた、心の内は明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと。こっち。なんだか生きづらそうだ。それが物の札。この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あれが野営？入れそうにないな。数日でしつらえたものならば、どこかに隙間がある。探すぞ。タカを助けなきゃ。敵に騒がれずに。何か手があるはずだ。あの岩は登れそうだ。足場が緩いと崩れる。気づかれるよ。奥の守りは硬そうだ。正面の壁は出来上がっておらぬな。隙間があるかも。正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込める。そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。不満でもあるのかい。この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ。我らは誉れと共に生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。叔父上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの？近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろう。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろう。
何だってやらなきゃ。通るぞ。気取られれば捕虜が殺される。じゃあ音を立てずに喉をかっ切るしかないね。お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。ぬかるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。この地に熊が出るなんて。そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。無本物のせいです。罰として熊の餌にしてやりましょう。卑しきことを申すでない。ここで倒れましたね。虫の息です。ああ、すぐ近くにおるな。気を抜くなよ。分かってます。とどめは私に刺させてください。お前が感情を御せるのであれば、その時は考えてやろう。いました。寄るな。生きておるやもしれん。この焼き傷では死なぬはず。見てください、この傷の跡は矢ではありません。死角槍川だな。卑怯者、地頭様の背を狙うと。酒井、怒りを抑えろ。人殺しになりたいか、こやつのように。我らは武士だ。ですがおじゅうよ、罪人はその命をもって償わせねば。目をそらすな。怒りや恐れで人を殺めてはならん。誉れを胸に切れ。敵を前にして背を向けてはならぬ。命を奪う時も相手を見据えろ。情けと覚悟を持て。それが侍の姿だ。虚に乗ずるは臆病の印。ジン、
どうした？タカを探そう。見つかるわけにはいかん。五感を研ぎ澄まして頭の中まで野党になるんだ。넌 내게 뭐 했어? 檻だ。タカか。見に行こう。違う、タカじゃない。よく中に入れたな。逃げるぞ。話は後だ。行くよ。川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ？アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば返り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。
友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと、なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のじゃれ事は聞かん。殺せ。全てを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。おいもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。少し疲れたか。
宿の者なら先生の所在を知っているはず。悪心から罪なき民を殺す。お侍様、戦続きでお疲れのようで。侍、まさか。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。まさかあなたもお侍。生き残りは他にもいらっしゃったのか。一体誰のことだ。カシネに住んでいるとか。ぜひお会いになられてください。行ってみるとしよう。ご出陣なさらなかったので。そうだ。戦の前日に村にいらっしゃったんですが、
寡黙なご様子で、まあいつものことですけどね。あの、先生の伝説は誠ですかね。伝説だと？たった一本の矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。もっとも射抜いたのは船ではない、海賊の頭だ。怒らせないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも？滅相もございません。では心配には及ばん。道場はあの山の上にあります。助かった。ここまででよい。あと一つお尋ねしても？先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあ分からんな。いやいや、道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。石川先生の道場。いさかいがあったか調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。射抜かれた後に矢を抜いておる。足跡だ。いたものかいられたものか。住居へ逃れられたの矢も。武士にしては質素な居織り。石川先生、酒井の跡取りか。生きておったとは。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に望みはあるな。実はその件でお力添えを。できぬ。不肖の弟子に出奔されての。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。遅れを取るなよ。他に生き延びた者はおるか？存じません。では猛虎に手向かう者は？残念ながら他にはござらん。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかん。お弟子殿の居場所は？巴の行く先など知れておる。巴？女子か。
生まれは百姓だが、弓は並ぶ者などおらぬ大主でさえな。最後にお会いしたのは確か10年前。弟子志願だったな。ご記憶とは？門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった？お主は有望、巴は神道よ。奴ら酔ったタヌキだな。だが駒田では負けました。目覚めぬ虎ならタヌキにも劣る。巴の足跡だ。来い。中山砦が抜かれた。あの石膏が証拠だ。砦は日吉の近く。次は日吉が狙われるな。争った跡が。襲われたか。調べるんだ。血の跡わずかだが。死者はおらぬな。矢筒があります。わしが与えた怪伝の証だ。米と泡手つかずだ。不意を打たれたな。どうなっておる。うん、巴が矢筒を捨ておくとは。敵から逃れるためか。捕まったか。では今頃。尋問か拷問、あるいはまさか叔父上も同じ目に。恐怖は猛虎の武器。たじろげば奴らの思うつぼぞ。お弟子はいずこにいると？中山だ。砦は近いぞ。わしが菰田におればな。いらっしゃらずばこそ今共に戦える。なぜ負けたかわかるか？けだものには勝てませぬ。それは違うな。この目で見たのです。キューバの道は見るのみにあらず、心を研いで感じるものよ。ここで止まれ。話がある。いかがなされた？この弓は数年前に長尾殿から賜ったものだ。結構な弓です。そうであろうとも、増えてな者がかような弓を引くなど考えるだに心が痛む。それほどの品を私に？
早とちりをするでない。だがお主の腕次第で貸してやってもよい。戦の前に試しておくか。手前にある灯籠を狙ってみろ。よし、次は奥の灯籠だ。左だぞ。的が遠ければ矢は落ちると教えたろ。まずまずだ。さらに遠くの的ではどうかの。集中せんか。今のは肩慣らし。どう思った。手に馴染みますな。そうであろう。大事にすることだ。行くぞ。この弓があれば駒田でも。良き弓だが、戦を決めるのは人だ、武具ではない。猛虎の兵器は火を吹くのですぞ。戦いはこれからよ。中山砦だ。お弟子殿がいればよいが。上からなら備えがよく見えよ。私が入って門を開けます。あとは共に。せいてはことを仕損じるという言葉があるぞ。ではどうしろと。まあ少し落ち着け。奴らは石膏を探しに兵を出すはずだ。門を開いた刹那に飛び込むぞ。長引けばそれだけ巴殿が危うくなります。心配は無用だ。戦場をよく見ろ。何か役に立つものはないか。旧兵の数が多い。だが腕前はわしらが勝る。松明を撃ち落とせば火花が飛びましょう。火事を起こせるな。樽で痛手を与えられるやん。やる甲斐はあるの。蜂の巣だ。いれば足止めになるやん。針と矢で猛虎を穴だらけにする算段か。門が開いたら敵を引きつけろ。矢の雨を降らせてやろう。しかるのちに乗り込み巴殿を救う。よし、あとは待つのみ。門が開きます。わしの合図を待て。どうぞ。
まだだぞ。どうぞ。今だ。奴らをメイドよ、捨てやれ。縛られ矢の的にされたか。巴は待て、これは巴のもの。辺りを調べろ。もうこの矢ではない。これは巴の矢だ。確かですか。鹿の角の矢はずはわしが教えた。海わしの矢羽もな。弓を奪われたのでしょうか。それにしては狙いが正確。もうこの兵なんぞにできぬ芸当だ。巴に弓を使わせたのか。蒙古の言葉で弓について書かれている。あなたの名もここに。わしの教えを蒙古に売ったということか。
誰かが住んでおったようだ。女子の衣服、巴のものだ。釈放されていたのか。なぜだ。聞こえたか。島の者です。女を探しておる。弓取りだ。俺と同じ檻にいた女です。でも奴は解放され、弓を受け取ると女房を殺しやがった。他の奴らも。あのムクロ、己の腕を敵に売り込み寝返りおったか。頼む、行ってよ。死にたくない。長いは無用。行くぞ。殺しておれば。なんと。自由を得るため、巴は敵についたのだ。なぜそのような。先生。わしが追い詰めたのだ。追い詰めた。ご説明を。先生、お答えください。わしを襲ったのは賊ではない、巴だ。なぜ。武士の本懐を理解しておらぬからだ。あなたのせいで寝返ったのでは。己に何がわかる。本意をお聞かせください。わしの休日を猛虎に奪われるわけにはいかぬ。ならば止めねば。お主の助太刀はいらぬ。いや、いるはずです。勝利は人がもたらすもの、武具にあらず。お主も立派に育ったな。巴を仕留めるぞ。わしのやり方でな。そして叔父上の救出にお力添えを。まあ約束しよう。手はずを整えておく。時が来たら道場に来い。我らだけでは勝てません。もっと味方を集めねば。生きておるかは分からんが、足立政子殿を探せ。対馬随一の女武芸者だ。黄色のウグイスだ。あんな鳥は初めて見た。後を追ってみよう。
めろ、けだものどもめ。お侍様、最後だ。文太を助ければ。矢が止まった。終わったぞ。家族が待っておる。ありがとうございます。もう当たってよいぞ。ばかりか。発射役の続出だ。
足立家の親方政子殿がおるはず。政子殿、足立家のご一族誰かおりませぬか。何者かが押し入ったか。血だ。誰か生き残った。なぎなた、足立家の女の者だな。家族を守ろうとしたのか。窓から子供を逃がそうとしたようだ。手がかりはない。殺せ。政子殿はどこだ。答えぬか。この者どもは猛虎ではないが野党でもない。正体を調べるか。生き延びた者は馬で逃げたのやもな。馬屋を調べよう。馬屋は空だ。誰かが奪ったか。乾いた血。蹄爪の跡。逃げた者がいたのか。追ってみよう。足跡、追っ手がいたようだ。旧兵に狙われたのか。この乗り手、巧みに矢を避けておる。馬のむくろ、これは足立家の馬だな。死んで数日。政子殿、私です。お主は酒井家の菰田の生き残りはおらぬと聞いていたが、夫は。武名に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死によ。さようか。なぜここへ。叔父上が囚われの身に。手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは敵を。足立家はもう終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏
限り。己を守る侍をなぜ？それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も残された者の痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。親方に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと菰田へ出立した夜のこと、刺客どもが来たのだ。子供や孫らを姉に託し、二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢、私だけが生き延びた。さながら菰田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。必死に助けようとしたが、皆死角から逃げ切れず道端で切り殺された。姉も孫すらも赤子もいたのだ。まだ生まれたばかりの母と子と私がこの手で埋めたのだ。あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず北の地で、なれど今は足立の墓ぬ。来い。これから小金寺へ向かう。お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。刺客に見覚えは？ない。よその百姓だろう。百姓が武士の館を襲うとは。ただの賊ではなかった。何者かが我が領地を狙ったもの。主一人で行ってくれ。草原という僧を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？
やもめの頼みは聞け。草原と話したら甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。お主にくれてやろう。かたじけない。では私は寺の裏口で待っておる。酒井様、お達者のようで。弓の手入れをいたしましょう。私ならばあなたの弓の力を引き出せます。それは頼もしい。ぜひ見てくれ。もったいないお言葉。では素材をお持ちくださいませ。その後は私が。恐れながら素材が足りないようです。お侍様、ではこの弓で猛虎を懲らしめてください。酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のような者のことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。皆に礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。酒井様、ご無事で。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。酒井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。酒井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。その太刀でどうか我らをお守りください。鎧を仕立て直しましょうか。政子殿の使いだ。お主が足立家の鎧を直しておると聞いた。さようです。まことに素晴らしい鎧でございました。取ってまいります。よくお似合いでございますよ。島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあればいつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。鎧を仕立て直しましょうか。きっとあなた様をお守りしてくれます。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。
酒井様、重典様の紫電一閃をご存知ですか？その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。酒井様、ご無事で。どんな鎧でも結構です。必ず騎士から逃げ出してやる。誰かに連れ出してもらうつもり？一人じゃない。酒井様、弓の手入れをいたしましょう。草原か。さようで。酒井と申す。お侍、何用で？政子殿からことづてだ。和田家の親方が襲われて、他の者は死んだと。猛虎が？いや、裏切りだそうだ。おいたわしや。戦支度をした奴らが寺に来なかったか？そのような覚えは。勤めに忙しくしておりますゆえ、雅子様ならば喜んでこの寺にかくまいましょう。手間を取らせたな。めっそうもない。酒井様、ご無事で。
鎧は得たな。良い具合です。それは私の長男重里のもの。かたじけない。そうと話しました。何と言っておった？喜んで寺でかくまうと。そうして居所を敵に漏らすわけか。ついてこい。襲撃の陰に草原がいると。刺客が来る前に奴が館を訪ねてきた。あの坊主は石膏なのであろう。そうと決まったわけでは。ああ、だが疑いたくもなるさ。奴は秋の初めに神館から突然やってきたのだ。猛虎の噂が流れ始めた頃。だが足立の所領はそうやすやすとは奪えぬ。そこで戦に乗じた。あの坊主抜け抜けと。草原め、急いでおる。まるで巣へ戻る狼よ。ここからはしゃがめ。私を利用しましたな。恐怖心を煽って尻尾を出させたまで。おかげで住処に向かっておるぞ。こちらへ。見られぬように。隠れて。見られたか。いいえ、走り出しました。行くぞ。隠れましょう。近づきましょう。まさかお前生きておる。武士を連れておるぞ。はあ、館で仲間を殺した武士だろうな。アホどもめ、
わしの肩入れが筒抜けだ。見つけ出してこい。声を抑えてくれ。わしは中で休む。奴らを殺すまで戻るな。あやつらが一族の仇。坊主は生かせ、他は殺す。俺はここだ。なぜ足立家を襲った？わしはただの使い走り。主はそれを知って何の役に立つ？己に問われる筋合いはないわ。政子殿、私は家族を埋めたのだ。一人一人をな、幾日もかけて。己など野犬どもの餌にしてくれるわ。殺してはいけない。主を吐かせねば。この世は地獄よ。強き者が正さねばならん。邪魔立てするなら殺すまで。わらびさえもか！やめよ。どうせ口を割りはせぬ。手がかりがいる。糸口を探さねば。あなたは外を、私は中を調べる。済んだら知らせろ。飯が尽きている。長くいたのだな。替えの武具、援軍が来るはずだったのか。うん、名前と家紋だ。政子殿に聞くか。何か見つかったか。何者かの名と家紋だ。確か奴らにもこの家紋が。初めて見るものだ。どこぞの家が乗っ取りを図っているのか。捨ておけません。私がな。お一人は無謀です。もし叔父上がいれば、このようなこと決してそのままにはいたしませぬ。お力を、しかる後ご一族の仇を。いいだろう。志村殿の救出に向かう折には私も参ろう。かたじけなきお言葉。ではさらばだ。やることがあるだな。
しゃるで弓を持ってた。この困っておる様子だが何があった？クタの集落でひどいいさかいがありまして、族と猛虎が殺し合ってたんです。そやつらが揉めようと止める道理はないが、民が巻き込まれるのは避けたい。お主は逃げよう。俺が見てこよう。よし、影。それ。騎士平原についた杉笠衆はこの地におるらしいが、猛虎の荷車が襲われたのか、杉笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。坂井陣か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。猛虎を成敗すれば叔父上も報いてくださる。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が？今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。あつちょさ。駒田の恨み晴らしてやる。一人も残すな。
奴ら次々と囲まれるなよ。上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれん。愛も変わらず強引だな。歩くのか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのだ。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。二つ返事だ。なぜ叔父上を訪ねなかった。職があったらな。お前が望めば志村家に仕えるよう口利きはできた。いらぬ世話だ。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。からだ。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。ほら行くぞ。宿営は近い。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われたな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったがまだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろ。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。おい心臓、これだ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。
砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。あらかじめ策とやらを聞いときゃよかった。ニナを喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまねえ、大はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。しらみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら猛虎からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。ただし頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。一つ聞き忘れたことがある。申してみろ。コモだからどうやって助かった。あの戦場から女が運び出してくれたのだ。さらに解放まで。運の良い男め。お前や一味はどのように。逃げたんだよ。備えを済ませておけよ。済んだら墓所で会おう。
龍造は墓におるはず。おう、来たか。それじゃあ飯をぶん取りに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。矢倉にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。矢倉から目を離すな。分かったよ。合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ龍造。残すな。
ぞ。食料を運ぶんだろう。食い物がねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったようだ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦は奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。硬い防備に旧兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。旧兵を崖に置け。周囲を引きつけた隙に船を盗もう。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行くぞ。頭、見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい。別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済んだらな。用意ができたようだな。松明を頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの火を見ろよ。
急がねばならぬ。貝を持て。誰も船を狙ってこなかったな。お前の手下が気を引いたのだ。食い物を探そう。ない。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。いいさ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船だ。聞こえたか。何？逃げ場はないな。戦うぞ。てめえら、いい船だな。さあ急ぐぞ。さあ敵！you
新手が来た。殺せ。次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。なんだ。蒙古の兵略図か。龍蔵と話そう。船にもないか。何かあるはずだ。こっちへ乗ってでもねえ。付け立ちなんてなくても倒せたぜ。だろうな。あのデカッパラ見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。どうぞ、殺せ。実は、俺たちの食いもんが。逃げるぞ、逃げるぞ、泳げるか。行くぞ。見つからねえよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならお前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。
猛虎相手にはまだ足りぬ。